久しぶりに弟に会ったんです。ヨシアって言うんですけど、年が一回り以上も離れていて、なんていうのかな、弟というよりは子供みたいな感じで、両親が共働きだったので私が代わりに面倒を見ていて、そのせいか母親以上に私に甘えるようになっちゃって、結婚する時なんて一切口も聞いてくれなくて、これで将来大丈夫かなって不安でした。でも子供みたいに甘えていたあの子が最近一人暮らしを始めて、ようやく大人になったのねと嬉しく思ってました。なのに。よっちゃん、タオル置いとくから着替えは旦那。あんなに、あの子があんな風になっていたなんて。ヨシア君はじめまして、トウカです。よしよし、印象よし。うん、いいね。じゃあ早速行こう。ちょ、トウカさん。今日はここに部屋取ってるのだからね。トウカさん、ダメですよ、規約に。あら、真面目ね。でも私、面倒なの嫌いなのよね。あなたは支援、私は癒し、互いにマッチしたわけだし。癒しはあなたに抱かれること、癒し、軽はずみにしないし、ここは身元しっかりしてるしね。それって不倫？違う違う、アイドル追っかけたりチケット買ったりとか、それと一緒よ。ただ直接相手とやり取りして時間を独り占めできるってところがね。推しの子に直接支援できていいわよ。はあ、そんなものなのね。不倫とか恋愛感情じゃない、彼らも真剣だし、純粋な応援って感じかな。紹介してあげるから試しに登録だけしてみなさいよ、女性は無料だから。投資だから回収はわからないけど、本気にさえならなきゃ楽しめるわよ。お帰りなさい、疲れたでしょ。食事とか。夕食は済ませたよ。君も慣れないことしないで、怪我したら大変だよ。あ、はい、気をつけます。渡したカード好きに使っていいからさ。ありがとう、そうします。君がいてくれるだけで僕は嬉しいんだ。じゃあ明日早いから今日は寝るよ。おやすみなさい。シャワーでも浴びてきたら。あ、へえ、お姉ちゃんも普通に料理できるんだ。あ、ちょっとヨシア、何かしらそれ。小さい頃毎日ご飯作ってあげてたのは誰だったかしら。いやほら、味は特殊な。じゃあご飯いらないのね。うん、ごめん、シャワー浴びるよ。もう体だけ大きくなって中身は変わらないじゃない、はあ、もしもし。本当に？うん、分かった、来てるから。愛してる、おやすみなさい。またみんなでお茶でも。え、誰から？ああ、津田川東花さんってお友達。うん、最近奥さんたちと集まっててね。へえ、近所付き合いしてるんだね。そうなのよ、断るのもなんだし、年齢も近かったからよかったけどね。え、なんだか大変そうだね。あまりそういうことしてこなかったからさ、ノリが分かる。また出かけるの？体
買い物に行こうかと思ったのに。ごめん、今日はちょっと大事な約束があって。明日なら大丈夫だから。うん、わかった。それじゃあ明日付き合ってもらうからね。行ってらっしゃい。普通にできてたよね。変に思われたくないし、あの時のことは事故だし。あ、ヨシア君、どうする？これから歩きましょうか。どこまで行くの？そろそろさ、行かない？もう少し。つけてるんですよね。じゃあまた連絡するね。それじゃあ。待ってる。あ、先生だ。あれ、まだ時間早いんじゃない？京子ちゃん、こんにちは。うん、少し早く着いちゃってね。時間潰そうかと。ほんと？じゃあうちで時間潰せばいいよ。ママもいるし。ラッキー。そうかい？じゃあお邪魔させてもらおうかな。あ、予習でもしようか。もっと楽しい話したい。おかえりなさい。あら、先生も。ただいま。先生とそこで会ってね。早いけど来てもらっちゃった。すみません、早めに。いいえ、ゆっくりしてください。先生にはいつも京子がお世話になってますし。じゃあちょっと荷物置いてくる。さ、先生上がってください。お茶でも入れますからね。